ようブラザー白瀬ゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで今日はバーバラの新しいビルドをちょっと紹介していきたいと思いますが、まず今ですね、バーバラを使ってるキャラクターとかであれば基本的に HP の上限とかをもうマックスまで振って、2万5000とかにまで上げて、あとは生物の方で、少女のセットをつけて、回復力を治療効果を上げていくっていう形で、もうとにかく一発の回復力とかをとりあえず意識してやるっていう形が、流行ってると思います。で僕は今回お勧めしたいのが、例えばこのバーバルの場合って氷ステージの時に公園スキルとか使って回復する、バーバルになるんで、ほぼほぼ活躍できない場面も出てきてしまう。それを解決したビルドになります。でまず武器ですね。武器に関して言えばこの金止まり金箔っていうんですかね、金箔試作っていうやつで、こちらで HP の方の上限も振りながら、元素爆発をした時の回復量を上げていく。これが自分の HP に対してじゃないんで味方の HP 依存で回復が付与されるっていうことになります。あとは元素エネルギーをこれ打った後に 4.5 も回復するってことなんで、非常にこのバーバラガン回ししたい場合はこの一択なのかなと。自分の元素エネルギーが上がるっていうところが結構ミソです。で生物は、基本的にこう学者とか使わないと思うんですよね。学者じゃなくて亡命者とかを4セットにして、またさらに味方の HP を回復していくっていう形を取ると思うんですけど、今回僕は学者を使って元素チャージ効率を 20% 上げて、さらには元素エネルギーを獲得するときにチームにいる弓と砲撃キャラの元素エネルギーを3回復する。これ3回復するってさっき の武器で 4.5 回復するとかっていうのに結構匹敵するぐらいの能力値なんですよね。あれは精錬すると武器の方は上がってくんで、あれはすごい優秀なんですけども、これで元素エネルギーを、3秒に1回、例えばボコボコ敵を殴ったりとか、元素スキル、味方が元素スキル殴って出していく、そういった時に元素粒子と元素オーブが出てくるんですけど、それを、得得した時にかかる効果ですね。これのムーブの仕方としては味方が例えば元素スキルとか会心とかを出した時にオーブが出てくるんですけども、それを最初に見てもらった動画の通りバーバラに変更して受け取って発動するような形になってます。それが一番バーバラも美味しいし味方も美味しい。要するに回復役だけではなくて元素チャージをみんなの元素チャージを底上げする効果をつけるサポーター役としても入れたいっていうことになりますね。これがね、ウェンティとかとむちゃくちゃ合うんですよ。ウェンティ僕持ってないんでちょっとあれですけど、すごいですよ。ちょっと試してみてください。で、僕が今回つけるのは、こちらでちょっと突破してるんですけども、突破してなくても使えます。こちらの、公園使うときに、モナとの相性がいいんで、モナともいいし、砲撃キャラのモナとね、火力の出るモナさんと非常に相性がいいっていうこと。あと HP を上げてもそんなに伸びない理由としては、回復量そんな伸びない、皆さんね、例えば2万以上あればあんま変わんないっていうところで、なんでかっていうとここの HP 上限に対してのパーセンテージが上がるんですけども、その上限に対してこのテンプスキルなんですよね。テンプスキルでプラス5560とか610っていう形になってきます。でシャイニングミラクル、これ元素爆発に関しても HP の20何パーセントにプラスこの固定の回復量なので、 HP だけガン回しするよりも HP プラス、元素爆発の回転率プラス、治療バフなんですね。なんで異物の構成はまずは HP、 できればガチャの方はチャージ効率 HP プラスを入れたい。羽は攻撃力しかないんで元素チャージと HP を入れたい。
で、ここなんですけども、ここ僕すいません、持ってないんですけども、元素チャージ効率を入れてください。で、元素チャージ効率を入れると、例えばこれサンプルね、紫のプラス5、これでも、まあ、16.9% 上がるんで、まあ、将来的な伸びしろ30とか、まあ、金色でもしね、あの学者金ないんですけども、学者を他の部位で4セットつけたとしたら、ここで金を入れれるんで、ここで元素チャージ効率を もっとゴリゴリに盛ることができると。で、さっきつけたあの元素チャージ効率、これ 20% 持ってある状態なんですけども、まあ、これだけでもね、元素チャージ盛れてるんですが、まあ、あとはガチャの部分ですね、サブステータスの方でも持っていければっていう形で、ここでもし 30% 以上盛れれば、ここで 50% とか確定で手に入れた後にガチャで例えば 170% とかまでは上がると思います、簡単に。で、こちらは聖杯の部分は他にね、結局防御力攻撃力なんで HP でいいです。で、こちらの冠の部分は治療効果バフが好ましいと思います。なければ HP でもいいんですけども、ここは治療効果バフの金色のゴリゴリモリモリを入れた方がいいと思います。なぜなら乙女の2セットと以上の効果を発揮するからです、治療効果バフが。はい、じゃあこれでどう運用していくのか。まずは乙女を使ったビルドで行くのと、乙女を使わない今回の学者のビルドで行く状態でどれぐらいの差が出るのかっていうところを、今回まずは動画でやっていきたいと思います。じゃあまずは乙女の方を利用したバージョンになります。はい、今見てわかると思うんですけども、レザーで攻撃して元素を出して、元素オーブ、元素粒子出して出た瞬間にバーバラに戻して吸収してます。まあ、これが一番バーバラがね、溜まる方法なんで、まあ、回復するのであればこういうムーブの仕方をするっていうことで一応試してます。で、まあゴーレム1体ね、ハンター倒すために使う攻撃量、まあ、ハンター1体倒すのはこんな感じ、バーバラは溜まりきらない状態ですね。で、クレーもまあ半分ちょっといくぐらいの感じで、モナンに関してはまあ7割8割ぐらいですかね、溜まってる状態です。じゃあ次は、学者使ったバージョンですね。まあ、学者を使ってチャージ効率 20% 多い状態で今やっています。まあ、こういったハンターなんで、まあ、空中内でこう銃撃撃ってオーブを貯めていくと。で、通常攻撃もなんか多少ちょっと混ぜながらバーバラに付与していく。で、運が良ければオーブが4つ出たりとかする感じですね。バーバラがそろそろ溜まるんじゃないですか。で、通常攻撃も混ぜながら、はい、で、これでバーバラも溜まってますね。 HP まだ生き残ってます。これちょっと外しちゃうんで一発分少ないですけど、で、空中に倒して最後一発だけ入れます。はい、で、これでどれぐらい溜まったのか、まあ、バーバラはまあさっき溜まってたんで、これ撃ったとしても全然 OK です。撃ったとしても OK で、まあ上見ると分かると思うんですけど、モナさんがもう溜まってる状態です。はい、さっきとは全然違いますね、回り方が。場に一切出してないのにこんだけ違う。で、クレーンに関して言ってももうほぼ溜まりそうな状態ですね。これが長期戦とかになってきたらどれだけ差が出るかってことですね。では次の動画です。はい、じゃあこの動画は実践編ですね。まずはリセットします。溜まってる、まあ、元素爆発の元素チャージを全部フルで消していきます。で、1体のゴーレム、まあ、キャラが揃ってないんで倒す時間はかかってしまうんですけども、まあ、放棄キャラの編成でどうなっていくのか。で、モナとクレイとバーバラは元素チャージに必要なのが80で、アンバーに関しては比較対象として、まあ、40で溜まるキャラクターにしました。なんでアンバーの回り方と他のキャラの回り方、今見て分かると思うんですけども、クレイで元素スキル打ってチャージをバーバラに集めている。はい、で、こうやって打ってオーブが出て回収、通常は他のキャラで攻撃している。
要するにバーバラが場に出る時間がないんですね。公園で回復しないんで、あのバーバラが出てると要するに公園でみんなに回復って思って攻撃に参加してしまうんですけども、これってほとんど DPS ね、あの属性合わないとダメージ入らないんで意味がない状態が続きます。なので相手が水だったりすると全然ダメだ。だけどバーバラがもうほとんどオーブ回収の時にしか場に出ないんで、その他はもう火力の高いメンバーがガンガン幻想爆弾を幻想爆発を打ちながら、ガンガン幻想スキル幻想爆発を打ちながら戦えるんで OK だと。でちょっとダメージ食らってきたなって思ったらバーバラがね、いい感じに溜まってたりするんで、それでまあ回復を入れていくっていうようなムーブになります。でここでアンバーが幻想爆発を打ってこれでフィニッシュですね。まあ、こういった形の運用ができるんで非常に回復が回ると、相手が氷だとしても回復が回って止められないっていう形になります。はい、皆さんご視聴どうもありがとうございました。はい、今日みたいな、ビルドの動画ですね、バーバラの動画であったりとかレザー君の動画であったり、コスパのいいパーティーの構成の動画とかはまだまだいっぱい出す予定ですので、ぜひぜひチャンネル登録してくれると嬉しいです。まあできれば1日ごとに出したいんですけども、ライブの方はほぼ毎日やってます。時間帯は、リセットのかかる、5時、朝5時であったり、まあ、ちょっとみんなの、まあ、お手伝いも今後していきたいんで、あの夜とか配信するかもしれません。生配信ぜひコメントください。よろしくお願いします。お待ちしてます。ではいい、原神ライフをお送りください。グッバイブラザー。